あるいは松返すチャンネル。山芋のムカゴです。イエーイ。よし、お昼ご飯だな。ええ。今、見つけました。トキイシのジャスパライズドウッド。まだ触ってないんで、はっきりとはわからないんですが、9割方間違いないでしょう。 Y を今呼んだんです。おいって、あったぞって。で、 Y が来てからあげてみたいと思います。ここにたどり着くまでになかなか大変な思いをしました。まあ、先週も先々週もそうだったかな。あっち行ってもダメ、こっち行ってもダメで、まあ、春先にいい思いしたんで、まあ、そういうことかなと今年は思ってたんですが、見つかりました。大体秋にいつも見つかるんですよね、トキイシは。さあ、やってきました。あったぞ。かっこいいが、その帽子。でしょ。あったぞ。よかったよかった。よし、あげるか。欲しい。間違い取ったらごめんな。許さん。さあ、取ります。もうほとんど石が真っ白系だったんで、どうなかなと思ったんですけども。間違いないでしょう、これは。間違いないでしょう。間違いない。絶対そう。それそれ。さあ。間違いないでしょう。それ。硬い。硬いぞ。結構大きいんじゃない？こういう時こそ。これを使うんだけど。いや、傷つくよ。次はこちらで、ここ。掘ってさ、ちょっと。かなり大きいと思うよ、それ。いや、大きくはないけど。いや、大きいって。奥に入ってるのかもしれんよ。これ。取れるぞ。あ、大きいやん。あ、なかなか大きいな。あ、間違いない。すごい。おい、よかった。すごいぞ、これ。ちょっと水がないんだよな。そ、まあ、その。水がないんですよ。今日は、この粘土が。よかった、よかった。もう少しアップで撮ってみ。もう近づいてこや。手だけ伸ばしたらやりにくいで。手だけ伸ばしたらやりにくいで、近づいてこや。これはすごいぞ、うん、これはなかなかないやつです。いいこれはすげえやつだぞ
センチュリーボーイのすげえやつだぞこれ。綺麗な色、うん、これはすごいぞ、うん、綺麗な色だよこれはすごいぞ、うん、こんなことあるんだな。すげえやつです。ありがとうな。待っとってくれたな。石には足もなければ羽もありませんから、行き先を選ぶことはできないんです。よう待っとってくれたな。これはすごいぞ。綺麗。すごいな。目のにもなってるな。これはすごいです。すさまじいです。ね、すごい。こんなの取っちゃったらもう10年は取れんくてもすごい綺麗、文句は言えんぞこれ。トキイシのジャスパライズドット、うん、私はコロスと呼んでます。出ました。ものすごい、すっげえやつが、すっげえやつが出ました。こんだけ真っ白だしさ、俺もダメかと思ったもん。やっぱり違うって、特別なその石ってさ、白くても全然違う。あ、白くてもやっぱ違うだろ。うん、違う違う。白くてもさ、うん、他の石が、うん、色がはっきり。ジャスパーはやっぱりちょっと違うよな、うん、この苔の乗り方が、うんうん、苔の乗り方っていうか苔が乗りにくいんですよね、うん、ジャスパーには。また汚れがつきにくいんだよね。だから今それを言ったんだけど他の石が真っ白けてもジャスパーはまあ比較的なんですけども、色が出ていることが。あれ、これはさすがに違うでしょ。これは違うよな。これは違うな。違う違う。こういうところがあるかもしれんぞ、うん、これどれ、これ、うん、これは違います。やっぱりチャートだな。これこれそうじゃない。ちょっと綺麗すぎるね。これは天気でしょう。ね、そうだね。これはもう触ったのさっきしぶきか、うん、しぶきが飛んだ、うん、はい、天気だな。残念。ここももう少ししたら紅葉になるんだろうな。ここもう始まっとんな、うん、ということで今日は目覚ましい収穫がありました。ムカゴも取れたんだよ。ムカゴ、うん、ああ、ムカゴ、ムカゴも取って、お昼ご飯で食べようと思ったんですけど、メスティンで炊いてなかなかその時間もなく、ワイだけがお前普通です。私はこのお酒だけです。何よ、それは好きだから。
ちょっと散らかってるんですけど、まあ、いつもこんな感じなんですご了承ください。足からです。いただきます。